雨や風だけではありません。世田谷区では今日も降りました。その雹、今日も首都圏各地を襲いました。千葉県市川市では降り積もった雹が川のように流れています。自宅の中にいてもこの音です。玄関を開けると、大きいもので数センチはありそうです。市川市ではおよそ30分降り続いたそうです。駅前の何箇所かの電灯のガラスが割れてしまったということで、今市の職員の方がチェックを行っています。なんかすごいバチバチって音がして、なんかすごい怖かったですし、すごくなんか空が黒くなってて、もうとりあえず初めて見たのが怖かったです。千葉市内では昨日試合を終えたサッカー日本代表の練習が天気の急変で一時中断に追い込まれました。昨日に引き続き今日に見舞われたのは埼玉県です。ほんの10分前までは晴れていたのに。やばいやばい、ママ怖い、ママ怖い、怖い、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。春日部市では突風で中学校のガラスが割れ、男子生徒が怪我をする被害がありました。上空に寒気が流れ込んだ影響で雷を伴った活発な雨雲が次々と関東に流れ込み、2日連続で荒れた天気となりました。これは農業の町深谷市の昨日の様子です。午後3時過ぎです。今この辺りの地域のトウモロコシ農家の方たちが集まって会議が行われています。昨日の雹による被害についても話し合われるということです。雹が来て、傷がかなりついちゃってる、こちらのものについてはちょっと失敗はということで、皆さんもそう言ってんだから、これみんな傷がどっかしらあると、そうするとほとんど全滅に近いんですよ。トウモロコシの出荷は一昨日始まったばかり。奥の方まで一緒にいいですか、はい、すいません、はい、結構傾いてしまっていますね。そうですね、地面に着きそうなくらい傾いてしまっているものもありますね。向こうまで見えるようになっちゃったぐらい葉っぱが落っこっちゃってるんで。地域では7割以上のトウモロコシが正規品として出荷できなくなり、訳あり品として安値で出荷することになりました。強く当たってると中がへこんでたりして、一粒一粒が割れちゃってることがあるんですよね。作れば売れるっていうのはもう昔の話で、今ちゃんといいのを作っても結局災害でダメになるって結構多いんで、なんとも言えないですね。甚大な被害が出たのは農業だけではありません。群馬県では昨日の雹で県内の中高生90人が手足を打撲するなどの怪我をしました。市内の中学校はこの惨状です。
駐輪場の屋根は散乱、窓ガラスも90枚ほど割れ、いかに威力が凄まじかったか分かります。正直言って怖かったですね。何枚割れてしまうんだろうっていうことで、もういつ本当に割れる音が大きかったの で、その後ね、どうなってしまうんだろうっていうことで、はい。一方、前線の影響で腰まで浸かるほどの冠水が発生したのは沖縄県糸満市です。局地的に降った大雨であっという間に道路は冠水しました。かなりの深さ冠水しているような状況です。で、奥の方なんですが、タクシーでしょうか、車が1台止まっています。家人の上まで水が洪水みたいにして来てから、はい、エンジン止まったんですよ。あ、エンジン止まっちゃったんですか。はい、それでもうエンジンかからないわけです。ギアも入れないし、それで動きようもないんですよ。沖縄県では一時那覇市や糸満市などおよそ17万人に避難指示が出されました。ここからは眞家さんに入ってもらいます。眞家さん、各地で荒れた天気となりましたが、特に雹の被害が本当に大きかったようですね。はい、はい、そうですね。今日も昨日に続き、このように大粒の雹が各地を襲いました。6月頃というのは一番雹が降りやすい時期ではあるんですが、それでもここまでの大きさに驚かれた方が多かったと思います。なぜ大きくなるのかですが、原因は発達した積乱雲です。この雲の中の氷の粒が上昇と下降を繰り返すことでどんどん成長してしまうんですね。そして大きく成長して重たくなると地上に大粒の雹が降ってくるというわけなんです。雹の断面をこちら見てみても何層にも大きくなっていることが分かりますよね。はい、年輪のようになってますね。そうなんですよね。はい、しかもこんなにこう大きいものが降ってくるってなると、心からこうちょっと怖いなって思っちゃいますね。恐怖に感じますよね。はい、例えば5センチほどの雹となるとその重さはだいたい60グラムくらいで単2電池並みです。そして速度は100キロ超えということで、乾電池が100キロくらいのスピードでこう飛んでくると思うと、もう本当に大きな怪我にもつながってしまいますよね。そうですよね。はい、で実際その群馬県では90人ものその中高生が被害に遭っているということで、今後なんですけれども、もしこういうふうに急に雹が降ってきた場合はどうしたらいいですか。はい、そうですね。外でもし遭遇してしまった場合は、とにかく頑丈な建物の中に避難するようにしてください。もし建物がない場合は屋根のあるところで身をかがめて、カバンですとか服で頭を守るようにしていただきたいです。そして家の中ではカーテンをしっかりと閉めて部屋の真ん中で過ごすようにしてください。今回のですね、雹など天気の急変ですが、こちら積乱雲が原因です。範囲としては局地的で短時間での現象でした。そして週末以降なんですが、今度影響してくるのはこちらの前線です。こちらは広い範囲で数日にわたって雨を降らせそうです。そして今回は太平洋側を中心に大雨となる恐れがあります。では週末の雨の予想です。日曜日は前線が近づいて九州では昼前から雨が降り出します。夜には近畿や関東にも雨雲が流れ込んできそうです。そして週明けは西日本や東日本広い範囲で雨で、火曜日にかけて雨の量がまとまりそうです。この先のマークです。明日は日差し届くところ多いんですが、沖縄は梅雨空が続きます。そして週明けは本降りの雨で気温も上がらず、東京は19度とひんやりしそうです。